さあ、ゆいがドクソング始まりました。先週に引き続きこちらの皆さんでお送りします。どうぞ。はい、こんばんは。8月17日ゆいがドクソングの MC を務めさせていただきます、モデルのちなみです。で、今回もですね、先週と引き続き、あの S サイズ小足モデルのようこさんとシンガーソングライターの藤森さんでお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、でもう8月17日お盆も終わりまして、もうだんだん秋めいてきたかなとは、まだですかね思うんですがまだですかね。で、夏の思い出、皆さん作られましたかって。今年はね、なかなかお出かけ行けなかった方も多いかもしれないですよね。私いつもここの鎌倉 FM のスタジオに来るまで、電車の中からの景色を見ながら、なんかすごい夏の曲が私の頭の中をぐるぐるしちゃうんですよ。いいですね、なんか勝手に、なんか皆さん夏といえばっていう思い出の曲と、そのなんかそれにまつわるエピソードとかあれば、今日はお話ししていただきたいなと。何かありますか。私はケツメイシさんの夏の思い出。定番、間違いないやつですね。高校1年生か2年生の時に、バイクの免許を10面取った、すごい、いや私じゃないです、取った男の子がなるほど夜ね、お花火見に行こうとか海行こうみたいなので誘ってくれて、バイクで二ケツっていうんですかね、して、あの時にこう、だいたいどこ行ってもどこの店でも夏の思い出が流れてるんですよ。淡い思い出。そうなんですよ。すごい青春。青春ですよね。そう、それですごい夏といえば、もう夏の思い出が一番に来ますね。いいですね。はい。確かにこの曲めっちゃ流行りましたもんね。流行りましたね。どこ行っても流れてて。流れてました。いやー、ほんと。じゃあちょっとここ早いですかね。もう行っちゃいます。もう聞きたくて聞きたくてみたいなね。もう早い気持ちが早いんで。抑えられないので、ちょっともう先にケツメイシさんの夏の思い出をちょっと今日は聞いていきたいと思います。お願いします。懐かしいですね。懐かしいですね。もう横でめっちゃ歌ってましたよ。ノリノリで。昔をすごい思い出しますね。淡い思い出。そう、青春の青春の1ページですよ、本当に。でも曲って本当不思議ですよね。なんか曲聴くとその時の光景がバーって、そう、本当にそう、蘇りますよね。そうですよね。人生をね、彩るというかね。でも曲というか音楽があるとなんか豊かになるなっていつも心とか、やる気が出たりとか、勇気もらえたりとか、いろんな、ね、気持ちに、ね、なんで笑います。ごめん、なんか勇気もらえたりとか、ごめん、なんか吐息がね、なんかごめんね、なんか急セクシーぶち込んできたなと思って、ごめん、ちょっとごめんなさい、話が入ってこなかった、ごめんなさい。聞いてらっしゃるね、あのファンの皆さんがちょっとドキドキしちゃいます。夏の恋しちゃいますよ、ちなみさんに。よかった。面白い、本当に。もういつもこうやって突っ込まれちゃうんです。はい、でじゃあちょっとですね、夏の思い出、藤森さんにも伺っていきたいなって思うんですけど、夏の思い出曲、ね、思い出曲なんか、はい、はい、なんかちょっと急に振り違うんだよ、どうしたの、どうしたの、違うじゃあ、はいって違うんです、なんか私あのリップスライムさんの曲も好きで、それ言いたかったのに、ああ言い忘れて藤森さんにパスしちゃったと思った、あのちょっと戸惑う。でもリップスライムもいいですよね。いいですよね。夏のいい曲っていっぱいないですか。ありすぎですよ。今日ご紹介す流す曲じゃないんですけど、ミュージックアワーっていうポルノグラフィティさんの曲がすごい、あの昨日もちょうど、あの他局なんですけど、ラジオ聞いていたらご紹介されてたんですけど、夏の定番曲だなって思っていて、夏とクリスマスソングと定番曲結構多いですよね。ずっと年々と引き継がれるというか、ね、あとはやっぱり鎌倉この辺りだとね、サザンオールスターとか定番、ね、確かに、世代によって様々ですけど、すごいね、夏といえばのアーティストさんっていらっしゃいますよね。その時流行っ
ってなんか全然世代違う、うん、今の小学生とかでもみんな知ってますよね。そうですね、語り継がれるというかもう夏イコールみたいな、うん、YouTube とかね、あの SNS で、うん、TikTok とかもそうですけど、うん、いろいろ発達したからすぐ見れますからね、うん、過去のやつっていう感覚がなくて、うん、今聴いてもいい曲っていう風に、うん、世代を超えて聴けるのはいいですよね、うん、いいですよね。というとことで私の、うん、夏の思い出のソングは、うん、はい、曲は、はい、ウルトラソウ、うん、ヘイウルトラソウです、はい、どうしてなんかちょっと夏ってイメージは私の中でないんだろう、なんかね、でも世界水泳のテーマソングだったんですよ。あそう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 、あ世界水泳の確かにそうでした、確かに確かに、うんうん、ただ発売、うん、シングルが発売されたのは3月14日なんですよ、うん、あホワイトデ ー、そう、うん、ホワイトデーというところでね、うん、ちょっとあの私の甘酸っぱい、うん、思い出、恋の思い出に行くのか、恋の思い出にそうですねちょっとそうですね、結構あのかなり前の話なんですけど、うんうん、聞きたいですありがとうございます。あのじゃあ話しちゃおうかな、そこにあのバレンタインデーに告白したんですよ、うん、はい、好きな方に、うん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 、で、なんかあの、まあね、あのあげたらなんかお返しっていうそんなに、うんうん、なるかないかとかじゃなくて、うん、もうその時はもう告白した時にもうなんかチーンって感じだったんですよ。なんかクラスメイトだったんですけど、うんうんうん、あの好きですって言って、付き合ってくださいじゃなくて好きですって言ったんですよ、うんうん、そしたらそれでって言われたんですよ、うんうん、相手からしたらなんかそういう相手の方はそういうなんかそれでどうしたいのってとかあったのかもしれないですけど、ちなみに年齢はおいくつぐらいの時、はい、あかなりあのあの前です、学生の頃です、小学生中学生、まあ、言っちゃうと年が分かっちゃうんですけど、まあでも、まあ、でも全然別に非公表ではないので、うん、あの中学生です。あへ、付き合ってくださいまでは言わなかったんですね。言わなかったですね、その時は。なんか好きって気持ちをただ伝えたかったみたいですね。付き合いたくなかったんですか。付き合いたくないって、思いをまず伝えて、もうなんかもう中学生だから、うん、もうなんか友達についてきてもらってチョコ準備してなんかもうドキドキしちゃって、うん、もうなんか伝えに行くので精一杯みたいな感じの、うん、なんかいい、好きって言いたくなっちゃうってよくない、ね、あ確かに。お二人はちなみに好きって言える方ですか。言えません。あら、そうなんですね。言えないです。あ、待つというか、もしかして仕向ける派ですか。塩派、仕向ける派。ちょっと待って、塩派っておかしいじゃん。え、塩対応そんなじゃないよ、私。塩対応しないけど。え、何ですか、仕向ける派。あ、仕向ける方もいらっしゃるって聞くじゃないですか。なんか自分からは言わないけど。待って、どうしよう、これ好感度的なのちょっと。確かに確かに。どうするそういうことはちょっと若干ちょっとこう転がしちゃうタイプ。いや、でもあの、うん、言えばよかったなっていう思い出ももちろんあるので、あの思いを伝えられる人は素敵だなって純粋に素直に思います。だから、うん、素敵だなって。どうなんですか、その。私、時と場合、なんか状況があるじゃない状況があるじゃないですか。例えば、うん、もう脈なしで、はい、もう完全振られる、振られるけど好きって思いを伝えたいっていう時は自分から言えるけど、こうなんかもう好きだったってことを分かっててほしいんですよ、うんうん、分かります。何もなく終わるのは嫌なんで、うん、だけどなんかこう、ね、発展途上発展途上お互いの時は自分からはなんか言えない、うん、あ、仕向けるタイプだね。仕向けるタイプだね。仕向けるタイプだね。どうにかして分かってんでしょと。私を落とし入れようとしてる。落とし入れようとしてる。でもそれはそれ、駆け引きも恋愛はね楽しいですもんね。一番楽しい時期じゃん。楽しいですね。お互い好きって分かってて、うん、どっちが言うのかみたいな、うんうん、あ、いいですね。なんか学生の時とかも、うん、そういうのあるじゃないですか、うん、なかなか言えないっていう方々とかいっぱいいらっしゃると思うので、うん、そういうなんかどうなんだろう、なんかお互い通じてそうだけどどうなんだろうみたいな、うん、そういうのありますよね。一番楽しい時期だね。学生の時が一番言えなくないですか。なんか大人というか年齢上がるにつれて結構なんかこう自分の思い伝えるのって簡単じゃないけど、なんか学生の頃の方が
すごいハードル高かったなと思って告白。へえ、そっか。なんかやっぱり小さい社会の中だから、うんうん、クラスの中とか、うんうん、確かにその中で言ったらなんか確かに、ね、周りのみんなにとか多分そういうの気にしちゃうじゃないですか、うんうん、あ確かにそれはそうですね、うんうん、今別にうまくいかなくったって同じコミュニティじゃないしみたいな、うんうん、しなんか思いは伝えた方がいいかなってだんだんなんかなってきますよね、うんうんうん、確かに、うん、じゃ続きはあれですよね、もうまた尽きないからちょっとこの後、ね、そうですね、ちょっと女子会見たくなっちゃったんでね、ちょっとガールトークになってみましょうかね。じゃあちょっとここで一回、うん、ビーズのウルトラソウルお願いします。はあ、いいですね、やっぱり高ぶりますね高ぶります。はい、じゃあちょっと今回もこの3人でお送りしてたんですが、そろそろお別れの時間が近づいてきておりまして、皆さんに告知をしていただければなと思います。藤森さんからお願いします。はい、改めましてこんばんは。リブミー私を生きるをテーマに、皆様にあなたはあなたでいいんだよというメッセージを伝えるために歌を歌ったり創作表現活動などを行っております藤森と申します。なんですけれども、このコロナ禍はオンラインでもございますので、遠い遠方の方もぜひお気軽にチェックしていただければと思います。次のライブが、10月の、土曜日で2日か9日で今調整中ですので、詳細はインスタグラムやツイッター、フェイスブックなどご覧ください。横浜のセラビーさんというところでフォークシンガーソングライターの杉谷遥さんという素敵なシンガーソングライターさんと一緒にライブをさせていただきます。インスタのアカウント、すべての SNS のアカウントは MARYSINGERTH マリーシングアースです。ぜひ、菜の花畑に私がいるのが藤森のアカウントです。ぜひチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では次、陽子さんお願いします。はい、S サイズ小足モデルの陽子からお知らせです。小足モデルを務めております小足向けシューズブランドフォアモスマルコにて不定期出演にはなるんですけれども、インスタライブや EC サイトに出演しています。詳細は私個人のインスタグラムアカウント、数字の4アルファベットの O ドット U アンダーバー U ドット数字の5アルファベットの O ちょっと分かりにくくてごめんなさい、こちらのアカウントをぜひフォローしていただけたらと思います。皆様応援よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ね、今日出演してくださった藤森さんも陽子さんもそして私もインスタグラムをやっておりますので、はい、皆さんぜひですね、インスタグラムを見て私たちの活動内容を知っていただけたらと思います。あと最後にもう一つ私からも告知させてください。先月7月28日に宝島社さんから出たムック本の10秒から始める脊柱管狭窄症これだけ体操、ちょっと長いんですが、といったムック本が発売されました。ぜひですね、私の願いとしては増刷になってほしいっていう思いがありますので、皆さんぜひ買ってみてお役に立ててください。おかしい。コロナ禍の、ね、運動にもいいですよね。確かに確かに、うん、で健康に気を使いながら皆さんで楽しく過ごしていきましょう。素晴らしいまとめ。はい、じゃあ今回も楽しく3人でお送りさせていただきました。皆さん毎週火曜22時20分頃から優雅ロックソング放送しておりますので、ぜひぜひ毎週聞いてください。ありがとうございました。バイバーイ。